チャルーパはメキシコ料理の一つ。トウモロコシで作った生地を船の形に成形してあげ、肉や豆などの具材を詰める。首都メキシコシティのほか、メキコ州、プエブラ州、トラスカラ州など中南部諸州の料理とされるが、メキシコ全土で食べられ、地域ごとに様々な変種がある。チャルーパはまず薄いマサ生地を型の上で押し広げ、船に似た形状に成形する。これをパリパリにあげ、 浅くくぼんだ皮を作る。チャルーパの名は、このくぼみのある形状がそっち見る子で、沼地の中の農地を行き来するために用いられていた、チャルーパという名の船に似ていることに由来する。このくぼみに、肉や野菜を詰め、サルサで味付けして出来上がる。プエブラ州のチョルーラに見られる伝統的なチャルーパは、サルサ、チーズ、刻んだレタスだけで作る。メキシコの他地域ではさらにチョリソ、豚肉、 細かく刻んだ鶏肉、豆ペーストなどを加える。メキシコ国内にとどまらず、隣国アメリカのメキシコ風レストランでもチャルーパを出す。ところがあり、代表的な例としてタコベルが挙げられる。ただしタコベルのチャルーパは小麦で作った厚い生地を揚げ、牛ひき肉、サワークリーム、チーズ、サルサ、刻んだレタスなどを詰めたもので、メキシコのものとは味も形も異なる。 どちらかというと、タコスに似ている。ありがとうございます。